大自然一份子，大自然如何的影响了我们？所有人都在为我完成一个我的梦想，但其实并不是我的梦想。但事实上，你其实在被他们影响。一个人独行太难了，自己变得够强大。你们读的是生活，我读的是生命。来之不易，才能更加珍惜。生命当中有很多苦难的东西，可能才会让人更坚强，愿意活下去。打开腾讯视频，首页搜索《奇遇人生》第二季，更多独家视频、精彩话絮等你来看。住进爱彼迎，相遇就有奇遇。本节目由全球超过700万特色住宿的爱彼迎冠名播出。本节目由年轻正当时的全新一代路虎揽胜极光赞助播出。本节目由这一杯奥义盎然的杰卡斯葡萄酒赞助播出。一个人，他所有的生活，他在十几年里边慢慢的忘记了，也忘了他最亲的人。我们有些时候会想啊，很宝贵的是记忆啊。那当一个人连回忆都没有的时候，是什么呢？这边有一条悠悠小径啊，你想去吗？可以，这几天去走走。嗨，いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。みちこさん。みちこさん。はい、オーナーのみちこと申します。お世話させていただきます。あやさん。あやさん。はい。あしゅんさん。しゅんさん。はい。しゅんさん、しゅんさん。はい、お世話させていただきます。みちこです。みちこさん。こちらは相馬です。どうぞ。相馬。どうぞ。あ、ありがとう。相馬さん。ご住所とか。What is？ 哦，这个声音是什么？嗨呀，哦，是这么细。他声音好好听，像个乐器。はい、ありがとうございます。他们这个门好好啊。嗯。
こんな風にお庭を眺められます。好大啊，其实啊，嗯，你看这个，对呀，随便望出去就是。シャワールームはこちらからも、はい、でここ、そうそう、それで、鍵になってます。ここで後ほどお抹茶を飲んでいただきますね。これはですね、風がスーッと抜けるように夏用なんですね。で冬は障子に変えます。美智子さん、はい、ティー、中国茶あ。ありがとうございます。ありがとうございます。水仙、那个花、那个冬天的花。そうなんですか。很香。ありがとうございます。蝉鸣鸟叫比人声还要多。嗯。ちょっともう温まったと思いますので。これはもう捨ててしまいます。そう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 いい風に泡が立ってきましたね。そう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 、もうはいはいはい、そんな感じで、このお茶碗の一番きれいなもところを正面と言います。飲む正面で飲むとこれ汚れてしまいますので、ちょっと正面を避けるために3回くらい回して正面を避けて飲んでいただきます。没到正面没有劲我差点趁奶奶没看到，我都要不转了呢。怎么样？感受到我的爱意了没有？嗯，好喝。42、3年前にちょうど空き家になってて、それでお目にかかってここを交渉して。譲っていただくことになりました。でここを10年ほど前に主人が定年退職しましたので、私たちはこっちに暮らすねっていうことでこちらに移り住みました。那他先生呢、はいはい、今はですね認知が症状が出まして、しばらくこちらに、今年まで3月ぐらいまでは一緒に住んでたんですが、誤嚥性肺炎になって入院したんですね。でお医者さんが特別にそういう介護施設を紹介してくださって、今はその介護施設の方におります。もうそれは不思議でしょうがないんですけど、みんな忘れていくのに、近々のこと最近のことをどん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 忘れていくのに、歌が覚えられたっていうのがそれは不思議ですね。怎么认识的？早いでしょ谁追谁呢それでお見合いでした。恋愛じゃなくてお見合い結婚ですね。第1回目にお会いした時にはそんなにお話もしなかったし、でじゃあそれじゃあもう一回どっかに会いに行きますかとかいう話になって、2回目ナルトの渦のところ、ちょっと電車で1時間か2時間かかるところに2人で、お見合いの時と次の日と、3回目ぐらいですね。この第三回这个是第三次见面，对呀、啊，第一次、第二次、第三次就结婚了吗？不是，我们想到中间可能还见一面，聊聊说婚礼怎么弄啊什么的，就直接第三次就是在婚礼上见了，也是
非常的簡単な。結婚してもどんな、うん、あの性格してるのかなとかあんまり分からなかったですね。結婚してからよく分かっていくという感じでしたね。新婚生活、あの生活がスタートするけれども、あの仕事は自分が一生懸命働いて家庭を守るから、家庭をしっかり守ってほしいって言われる、そういう言葉とか、ゆきさん、ゆきさん、そう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 、お父さんは僕のヒーロー、ヒーローでした。あの今でも写真が残ってると思うんですけれども、あの父の方をこう見ながらご飯を食べている、はい、写真があるんですけれども、ものすごく信頼していて、ものすごくこう幸せそうな顔。やはり子供の頃から父親の背中を見て育ってきているので、仕事で一生懸命頑張られてるお父さんっていうのはやはりあの尊敬の対象でもあったんですけど、家でくつろいでる、あのとても僕は好きなお父さん。那我还是很好奇耶，你自己什么时候第一次跟Yuki 想说我爱你。あのね、日本人ってあんまりそういう言葉あまり言わないんですね。下手なんですね、とっても。そういうこと私もあんまり言わなかったような気がしますし、主人もあんまりそういうこと言わなかったような気がします。我刚问奶奶说有没有。有没有记不记得那个 Yuki 桑第一次跟他说我爱你，或他自己第一次跟 Yuki 桑说我爱你？结果奶奶一听到那个问题的时候，她的笑容突然像一个小女生。你们两个最喜欢的歌是什么呀？ね、主人はもう何でもよく歌って、のど自慢も出たりいろいろするんですけど、私はあまりそんな得意な歌はないんですね。主人が歌うと手拍子打つ方ですね。でも歌えと言われたら一緒に歌うぐらいな感じ。他常常唱哪一首？ありがとう、ありがとう。唱哪一首？これ日本語書いてこれ読みますね。好的。ハロを愛しろ人は。春を愛する人は。心清き人。心。こよのの僕の母親波ちょっとけよ大地要连在一起啊，大地のような僕の恋人する人は心清き人、すみだろあやろよと僕の友達たち。真的不太清楚，待会调一下。对，我也觉得。我今天看着你去哭丧的时候，我说我什么时候跟他有这样的缘分，坐在这个地方看着他们家庭的照片，认识他的先生，他的两个儿子，你
了解了这么一个家人的生活。反正我觉得这是一个，就是抛开痛苦层面，是很奇特的一件事情。你怎么会所有的事情都忘了呢？我有好几次今天坐在这儿，我就觉得我在看一个电影，但是他在我对面是真的，但是你又觉得是个真的是有一种如梦的感觉啊。他怎么上去的呢？哎，怎么回事你？你误入歧途，你要我们帮你下来吗？先生，嗨，对不对 ？OK。我这是野花啊。嗯，奶奶就是要带我们摘野花。哎，我来拿好了，你们来摘呗。这个是小菊花吗？这个是哈吉的。啊，不能不能 ，no no no no， no 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 no， 过去过去 ，no no no。摘野花插花，小动子。走走走，哇，好几只蚂蚁。好可爱。花も好きだし、ボタンの花も大好きです。牡丹、ボタン、牡丹、ボタン、不能ボ、牡。Chinese 牡丹，牡丹 ，Yeah， 嗯嗯嗯，像牡丹，嗯。其实我们昨天在想 ，Yuki 桑巴跟你在一起，跟这个家在一起的记忆，大部分都不记得了。这不是很悲伤吗？そうですね。忘れてても、主人自身が忘れてても、そういう言葉は全部残ってるから、それは大丈夫ですね。今はお父さんもすごく忘れてることはあっても、現在を楽しんでるみたいなので、それはそんなに悲しいことではなくって、お父さんも。喜んでくれてるから私たちもお父さんのことを忘れなくてお父さんのことを大事に思ってるよ多分息子たちも思ってると思います僕たち頑張るからねお父さんの後ろ姿をしっかり背中を見て頑張るからねとお父さんに負けないように頑張るからねっていうふうに子どもたちは思ってると思いますはいチーズ76岁，每周开两趟，40分钟，还是挺厉害的。
願いします。行きます。あれ睡觉吗？あそこにいます。ゆきさん、二人目、二人目、おばあちゃんの隣です。指差してる人。ああ、那个那个守在指电视的那个，就是那个。やったぞ！实在太累了。お母ちゃん、ダスコまで行くんだもんね。カチスユキサだって書いてある。はい、こっちの、お父さんも喜んでくれてる。みんな喜んで、お母ちゃんも喜んでくれてる。シュウさん。シュウさん。シュウさん。はい、ユキさん。ありがとう。ユキさん。かっか。綺麗な方でしょ。こんな方々来てくださるなんて思うに、夢にも思えなかった。あやさん。あやさん。ユキさん。さん私はあやさん。あやさん。あやさんも美しいな、いいな。这个是我们一起采的花，送给他的。預けで泊まってくださって、預けのお花を生けてくださったの。お父さんのお土産を。ありがとう。はい。ありがとうって。お水が入ってるからね。ありがとう。はい、ありがとう。お花。お姉ちゃんちょっと見てみて。待ってよ。じゃあお姉ちゃん。もう隣に美しい女性が見える見える。それお父さん。ありがとう。はい、お父さんも食べて。これね、はい。おいしい。おいしいなんてもんじゃない。よかったね。おじさんは文部科学大臣。文部科学大臣。文部科学大臣賞をいただいてたのがとっても。印象的で嬉しいんですって。你和他说，我们觉得最漂亮的是他的太太 Yuki さん的太太。兄弟はやはりそこでちゃんとこう結果していかんといかん。嗯。那夫妻呢？え？ご夫婦は喧嘩しますか？はい。喧嘩しますかって私とお父さん。喧嘩しない。文部科学大臣です。私はちょっと待ってね。じゃあお父さん、ハーモニカ吹いて何吹きましょう。ハーモニカでも四季の歌してる、はい、吹いてくれる。春を愛する人は
さん、はい。春を愛する。聞こえない、聞こえない、これは。春を愛する人。心意気良き人でしょう。Yuki さん。はい。旁边这位漂亮的女士、你知道是谁吗？私の女性。こちら。私、隣。隣は誰？知らない。これ私知らないの、うん、私誰、あんたはそう、私誰、春を愛する人は心清き人、岩を渡る僕の恋人僕の恋人、うん、僕の恋人ですって只唱了恋人那一段、よかった。もう僕はね、もうだいぶもう垂れ下がったんですよ、うん、だからもうここからもう蹴っておけど、けどそれを捨てていくっていうのはあんまり良くないね。そしたら今のようにこうポコーンとこう引っ掛かっていってくるね。やっぱりお父さんは先生だったから先生らしくなっちゃうね。みんなの前に行くとお話を講義するようになってくるね。あ、そうか、うんうん、あ、それはいかんかな。そんなことないよ。お父さんらしいかも、うん、はい、どうもありがとうございます。ありがとう、ありがとう。はい、手つないでいきましょう。もう本当お父さん一人でどんどん歩けるようになったね、うん、ありがとうございました。 ありがとうございます。あ、頑張ってね。ありがとう。お姉さん、はい、そちらにおった。看他们两个好有话说，就两个人坐在那儿的感觉，看他们两个说话就很亲密，很温柔。あれ鈴虫も泣き出した。リン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 、秋の夜長を泣き通す。ああ面白い虫の声。元気です。はい、今日はどうも主人のところにありがとうございました。ありがとうございます。元気です。お酒いただきます。但不好意思，那个 Michiko さん，我们一直在流眼泪，希望你不要介意。いやいやいや、すごくその涙を見て、うわ、主人の話をよく分かってくださって、心に届いてくださったんだなと思って、私感激しました。聞いたことがわからないのかなと思って、まあ歌ってるのを聞いてると、最後なんか。歌詞が飛びながら恋人のところに行ったから、へえと思いました。なんか深い意味があったのかななんて。那美智子さん、你就到现在，然后从你结婚到丈夫生病到现在，你怎么看夫妻呀、啊？
夫妻这两个字。今まで生まれたお家、うちにいた場合と夫婦になったら本当に一から夫婦で相談し合いながら生活してきましたから、まあそれぞれの考え方はありますけれども一つになってきたっていう感じですね。那奶奶觉得人生是什么？人生ですか？難しいですね。人生は何ですか？人生、人の生き様、その人の生きてきた生き様ですから、みんな違っていいと思いますね。私はもう亡くなる時にいい人生だったな、幸せだったなと思える生き方したいですね。我就会很怕死，我就比如说我怕飞很远的路啊，我就怕飞机抖啊。其实我是怕死，这死还是挺不知道该怎么说的哈。いざとなったら怖いかもしれませんけれど、あんまり怖くないです。もう人生楽しんできたから、あんまり苦しまないで、重い病気になって、自分で何もかもできなくなって、お世話かけて迷惑かけるように、なるまで長生きしたくないな。还是做着自己喜欢做的事情。美智子さん和 Yuki さん他们的那种结合是很幸运的。我的父母，我觉得他们也是非常幸运的，走在一起也是一生一世一辈子的那种啊。所以我从小对婚姻的观点是那样子的，我觉得婚姻一定是美好的。我相信爱情吗？我相信啊，但你说我有没有不安全感？我非常有。你因为爱情应该也是一人一个样的吧？我不可能完美的复制我父母的两个人的状态，就是复制不了的嘛。但就是说，我们的人生有我们人生自己的体验嘛。我想诚实的，然后去做我的选择。啊？腰疼，昨天坐那儿坐太久了，可能。大丈夫？大丈夫？大丈夫？大丈夫です。大丈夫。ありがとうございます。大丈夫。そう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 。奶奶也可以活动一下。まだですよね。うん、そうそう、こうや。いや、活動一下。然后奶奶，那今天就我跟迅我们两个去。要买什么菜吗？你们？你看，你看，你看，我看见太阳就变成这样。嗨，おはようございます。おはよう。啊，那种米的味道很浓，你闻一闻，你不用试啊。那说的不用太死，咔就干了。好喝哎，好喝。这好像我妈酿的，真的，我妈会酿酒，这么厉害。
啊，家。嗨，家。家，你好。你好。啊，my Yusuke， my son。Oh, Yusuke. Michiko san. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. よろしくお願いします。よろしく。こんにちは。こんにちは。あやさんです。あやさん。はい。よろしくお願いします。I thought you come tomorrow. Weekend. Oh, today. Today you come. Oh. Now. 因为 Michiko san. Oh, so, so, so. So, so, so. Oh. こんにちは。Yusuke. Yusuke san.こんにちは。よろしくお願いします。みちこさん。なんか腰が痛くなって急に来てもらいました。ああ。うん。腰。そうそう。そう。我也疼。お。任せて。はい。OK。OK。OK。よいしょ。他就来跑一趟帮奶奶看那个他的腰。我也托奶奶的福，我也弄一下。嗯。啥东西啊？喂，コルセットは？してないの？あの私たちも次男と一緒に住んでたんです。名古屋にいる頃は。でも私たちは自分たちから進んでこちらに来ました。そこに来るのね。っていうのはちょっと主人が認知症になった時に小さい子供があると主人がわがままになるんです。ああこれは一緒に住んでたらあのよくないだろうなと思ってこちらに引っ越すことを主人に勧めてこちらに来た状況がありますの で, でそんな風に子供たちは遠くにいても何かがあるとパッと寄ってきてあの私たちの助けをしてくれますので、うん、とてもあの離れてても親孝行してくれますね。あ、メビオ、コールド OK、パンツ OK。ソマさん、リサイクルです。OK。リサイクル。It's OK? Yeah。私思うのにはあの子供でも女の子供は娘の場合は。しょっちゅうあの母親のところに来てくれていろいろお話し相手になりますが、息子っていうのは普段はこうそんなにあの行き来はないんだけれども、肝心な時にはものすごく力になってくれるなと思いますね。力強いところがありますね。姜，姜在这儿吗？姜片，姜片。嗯，没事，我一会儿切。我妈有些时候就会跟我说：“哎呀，其实你不一定要结婚的。”而且我从小，我妈是不让我进厨房的，烧饭啊、做菜，她觉得我手会粗。她每次看我洗碗，快，你快去擦手油去。很重 ，very heavy 啊。Hungry? Hungry? No, thank you. Hungry? 啊，すごいすごい，感激です。ありがとうございます。どうぞどうぞ。はい、ありがとう。Try。这个是迅嗓的妈妈，就是她做的菜，然后迅嗓今天煮给我们吃。妈妈。真可爱！你一定要跟你妈妈说，你这个豆腐完全做出了它的味道。世代交代だなっていうふうに思いますね。まあそれはでも親を超えてくれる子供たちが親を超えてくれるっていうことはとてもあの嬉しいことですので。你父母应该很早之前就非常以你为傲了吧？但他们也不会跟我说。なかなか子供にありがとうってなかなか言いにくいんですよね。
おかしいですね。よその人には何かしてくれるとありがとうって言えるんですけど、互相感謝。そうですね。それはとても大事なことですね。所以你对你爸爸妈妈也说不出口吗？还是你经常说？会说啊，会说。当然是会说。像以前，像我们也不会跟爸妈说我爱你啊，但是现在也都会说。愛してるって言ったことないような気がしますよ。そう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 。恋愛期間がなかったですから、いきなり結婚でしたから。お見合いでした。言う機会がなかったですね。永遠不会太迟的。そうですね。明日言ってあげてください。明日なんか言いましょうか。でも人前では言いにくいから、こっそり言います。你们去过。我想可以悄悄说。show you。秋马桑，你可以把这个学起来，以后来的客人你也可以给他煮，因为不难。嗯。上海，上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。こんな歌えたんだから、ね、歌えたね。よかったよかった。いい音ね、うん、素晴らしいです、うん、ありがとうね、うんうん、お父さん、うんうん、お父さんが優しい味頭をさせてくれて、うん、あ、よく嬉しいよ。ね、うん、まあ普通の人、普通の人というよりはずっと強いからね。そりゃ、うん、ほら強いと思うわ。けど、後の人のお兄さんとこうやって行って行ったって楽しいじゃない。うん、ほんまね、うん、日本の長男はあまり外に出さないんです。なぜかというと、家で親の面倒を見るのが当たり前だから。僕の場合は長男で外に出し、そして結果20年以上アメリカにいることになりました。日本に帰国するきっかけは一つ、僕の父が認知症になったこと。これまた素晴らしいやん。いつまで僕のことを覚えてるかわからない。なのでできる限り頻繁に覚えている間に会いたいと思って戻るようにしました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、いらっしゃい。はい、見て見て、もう一つ、よいしょ。はい、もう一つ、いいね、これ。よいしょ。よいしょ。ああ、行った行った。よいしょ。はい、滑らないようにね。はい、行きましょう。はい、こっち行こう。うわ、いいな。ないですか。はい。ないですか。
担心我们不会收，其实。叮，还有叮叮叮的声音呢。过来弄，过来慢点。嗖嗖嗖嗖嗖 ，OK OK OK， 嗖嗖嗖嗖嗖。我吃不消那家。哎，多谢。知道，多谢。哎，ありがとうございます。立派ですね。お父さん。はい。大儿子。お父さんお帰り。はい。お父さんお帰り。はい。ただいまお母ちゃん。お帰りお帰り。おはようございます。おはよう。おはようございます。あれ綺麗また。ありがとう。お父さんこっちこっち。じゃあこっちこっち。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 じゃあね、今日はお寿司作って待ってたから。こっちこっちこっちこちらこちら。こっちこっち。オッケー。ようようできました。Hello, Hiro san. Oh, hi. Nice to meet you. How are you? Oh, it's okay. Good. Nice meeting you. Oh, yeah. Yeah. Nice meeting you.Nice to meet you. I'm Shane. Shane, hi. お父さんだけさっき作るね。シューリング。いや、お父さん、みんなの分持ってた方がいいと思います。いい？はい、お父さんも疲れ様やね。スターやね、お父さん。うん。スターだね。うん。背筋ピンと伸びてええやん。あ、お母さんがね、ご飯作ってるね。みっちゃん。みっちゃん。みっちゃん。うん。お姉ちゃん。はいはい。お姉ちゃんになったね。はい。今ご飯。ご飯作ってるからね。持って行きますからね。人生啊。我在想，如果是我的先生，我肯定以泪洗面了。おぉ、いいね。はい。はい、お父さん、お寿司、大好きなお寿司だと思うかな。はい、じゃあ、いただきます。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 So, what we are eating right now is Yuki-san's favorite meal. Exactly. Exactly. This is his favorite meal. It's his, like a home...home design. Yeah, yeah, that's right. Home meal. 子供の頃から主人も私も同じ郷里だから向こうの方ではこのお寿司がお祭りとかお祝いだとの時に必ず出てきて郷土食ですね。あ、そう。Delicious. 飽了吗？飽了。飽了。很好吃。OK. ゆうちゃんは大丈夫 ？OK. じゃあ僕もちょっといただいて。No, he's excusing us. He's going to take a nap. Yeah, yeah. Thank you. Hey, hey, hey. You're old, really. Oh, it's really an easy thing. It's really not easy. Yeah.
When I came back, my father is already having Alzheimer's. Mm-hmm. Very sad things about Alzheimer's is you really have to keep eyes on him 24/7. It's very difficult for her to go out, even for shopping, right? So my mother start getting depressed, right? And not to go out as much as possible. So I was thinking, if someone come to my house, then she can meet many people, right? And when we decided to open up the house for Airbnb, mm-hmm. She was very unhappy. Mm. I said, no. No. I said, okay, let's do play like a baseball, right? Three strikes and you're out. Right, let's try three times. If you are still unhappy, give up my idea, right? We're just going to keep it as is. After that, three trial, I said, okay, mother, would you like to stop it? And, yeah. No. I don't speak English though, but still I can manage it. People come, people appreciate it. It's good, right? I can make a small money, which is good too. So she's happy. So we decided to continue. It's my nature. She's a worrisome.父が病気になってからは関係性は以前よりももっと濃くなりました、やはり助け合わなきゃとか母親の日常の生活のことだとか、当然のように介護のことだとか、それまでは全く生活の中でも話にも出てこないですし、すごく近くなって、家族のコミュニケーションっていうのは本当にね、以前よりもかなり密になってると思います。家庭对话是很宝贵的，就是说你的生命有什么就转变的时候，可能你没有这个机会去，可能你连什么对方是谁你都不记得了。会知道要更加珍惜你想要去做的事情，你快做。お父さんが書いたこれ、逆境は最高の学び、お父さんが書いたやつ。おー、いいじゃない。これも取ろうか。それはゆこちゃん、おー、ゆこちゃん。逆境は最高の学び、最高の学びか。もうお父さんはもうこれ済んだから、ひろのりやゆうすけくんが多分これは身に応えてくると思います。そこにおるお父ちゃん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。なんか嬉しくて涙が出る。ゆきさん、
哦，已经牵手了啊，安娜达。あ、お父ちゃん、愛してるよ。みんなお父ちゃん愛してるよ。嬉しいぞ。お母ちゃん嬉しいぞ。涙が出るよ。嬉しいよ。ここにいますよ。ここにいますよ。ここにいますよ。これだけでいいの？それじゃ幸せなくていいんだから。换季了啊，换了房子一样。因为你看这个留言，几乎全部都是五颗星。这个写了16000字，你看。お父さんの運転でいろいろ行ったね、うん、中央道行ったりさ、そうそう、内海の方に行ったりさ、うん、みんなで出かけたもんね、うん、はいグランド、はいグランド、はいグランド、グランド、はい、ね、お父さん、お父さん覚えてる、ここ、うん、知ったよ、ここどこ、え、ここですよ、ここ、うん、これ名城大学の、はい、第2グラウンド、はい、そうです、お父さんがよく、はい、ね、教えてた、はい、後で、うん、お父さんの授業をした教室を見せてくれますか、うん、彼女が見せてくれますかって、 OK OK はい、わあ、グッド、すごいすごいね、よっしゃ、おーすごいよ、お父さん。他这个方向丢得很准，很准啊！哎呦！哎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 ！嗨嗨，神仙娃，做人最重要的是什么？人生よえてすべからすべからく喜びを尽くすべし。
我们应该拥有什么样的精神才能够在逆境当中学习？難しいね。Well, that's a difficult. そら死から並ぶよりも直接から来た方が楽だよね。言ってみる？一言。逆境の学びは聞くよりも直接学んだ方がいいねって。ありがとう先生。ありがとう先生。我が胸の燃ゆる思い。这几天对我来讲，其实，在我的生命过程当中，我觉得应该是一个转折点。对，因为我觉得这个乐观啊太重要了。因为其实我是一个挺悲观的人，但是呢，大家可能会看到我非常乐观的，其实我是悲观到底的反弹。就以前会比较绝对的认为这是一件好事情，这是一件坏事情，但是现在，其实你发现就好和坏，都是在一块儿的。我就觉得就是我们这次看到了一个整个家庭的这个乐观的态度，就当他们面对这么不好的事情发生的时候，真的看到因为乐观这个家没有破破散散的嘛。みーちゃん死んだりするのは嫌だよ。そうだよね。長生きしようね。楽しまなきゃね。そうそうそう。だってさ、もう子供が大きくなったしさ、あと私たち楽しむだけだもんね。そう、楽しんだ方が勝ち。ね、心配したり苦しんだらつまんないもんね。そうそう、お父さん今まで頑張ってきたんだからさ、あとはもう楽しみだけでいいじゃん。じゃあね。ね。爱彼迎，相遇就有奇遇。本节目由全球超过700万特色住宿的爱彼迎冠名播出。萝卜就我们早上吃的那个吗？对啊。你好，你好，私はあやさんです。あやさん。どうぞ。どうぞ。We started it.When I was nine. What? Nine years old. Starting from 9 years old, 9, 10, 11. Every summer. Every summer. Then I came back to here, right, and revisited this house. I have a totally different views. Oh, wow. You know, I used to hate this place though, but it actually kind of looks nice. Right? And the first guest comes, I wasn't here. My mother welcomed the guest.And it was okay. And then second guest come, right? And they also stay one night, right? Oh, hero. Actually, that was kind of good, right? After that, three trial, I said that, okay, mother, would you like to stop it? And, yeah, no. 皆さん、お客様で、あの、外国の方たちがお泊まりになられたんですね。で、その時に、兄ちゃんが住んでるみたいっていうことで、忍者マンション、忍者マンションっていうふうに自然に
なりました。 I see そう、she's low key。 他可以把它放下来。 Interesting little bar。你突然在这个房顶里多出这么一个，你以为楼上就是放杂物的？下载爱彼迎 APP， 迎全球奇遇屋免费住，住进爱彼迎，相遇就有奇遇。上一季不是做那个非洲吗？嗯，然后我跟西弟就在，我们两个就在想说，如果有一天我们的女儿要做这样的工作，我们一定心里面会非常以她为。傲嘛，我们俩就想说，那可能女儿去，我们就好，你去啊，你去啊，然后自己一直尾随在后跟踪她。要不然你跟女儿一起去做，嗯，那就可以，对吧？可是不知道她会不会嫌烦，一直要是会不会让你去，那个意思是，那你去他们隔壁那个团，就是干嘛会没跟着你？对，妈，你怎么在这儿？不是，就是他救犀牛，你救大象。就隔壁他做犀牛，我救大象，对啊，也好也好，是啊。然后我老公帮助长颈鹿，对对，然后全在大草原上，哎，这么巧。从成名这个角度吧，我不觉得你一定要是说，我一定要作为一个演员去成名，或者是哎，我可以作为一个综艺咖，可是我非常好，我可以让大家很开心。我觉得现在反而分得非常的清楚。所以你现在就没有危机感？没有。上微博搜索奇遇人生，解锁更多奇遇旅程故事，清爽绿洲，自在分享。来绿洲和好友一起分享你的奇遇人生吧。感谢战略合作伙伴新浪微博、微博台网、微博综艺、新浪娱乐、新浪新闻客户端。上知乎搜索奇遇人生，参与知乎评分，为奇遇人生打 call。 关注微信公众号色电影，打开电影中的奇遇人生。打开中国青年网、中华网、中国网，了解节目更多精彩资讯。感谢 Summer 积木、某蒂普智联招聘、宝超仓库、醉人物、ins 生活、时尚芭莎对本节目的大力支持。感谢 QQ 看点、快报、QQ 浏览器、看点视频、兴趣部落、腾讯极光、极光 TV、 塔读文学、网易新闻、拉钩、应届生对本节目的大力支持。幸福的歌声传遍我想问问你们，记不记得你们小时候有什么童谣？我们现在做的寻谣计划，一起来见证音乐是什么。啦啦啦啦，对对对。我也没有想到，这次就是这个童谣在柔软我的心。哎，飞了！愿意提出主张的请举手。我们现在对于过失杀人而做辩论，反方请予以驳斥，应当预见到会引起张林死亡的结果。对方是想在冰面上把他淹死，不要把所有东西归结到被害人的头上，这不是逼迫又是何为呢？律师请听。